万境 TV。 にしたい。まずこのスタートポジションで、はい、体全体の位置が45度の傾斜角度になると、はい、もう 2,3 センチ後ろに下がってもらってもいいですか。ちょっと行き過ぎたかも。 OKOK それぐらいで、そこから左足軸にして下ろしますよね、はい、右足を。で前に行った時に今のところよりも10センチぐらい前にジャンプホップする。で後ろに戻ります。はい、その時にちょっと骨盤がやっぱり前に行っちゃう、前に行っちゃう、行くのを止めたい、ラスト OK で連続で、で下ろしました。そこから10センチぐらい、はい、ちょっと高いかな、うん、可動域を狭くね。その時に膝を開きながら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 、首詰めないで、下ろす時も中に入れなくていいですよ。そう、早くならないで、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1で、ちょっともうちょっと下げて止めて、そこでオーバーヘッド返して、で真上にして顔まっすぐで、ま投げない、ま投げない、ま投げない、そこで我慢する、耐えるだけ耐える。だんだんお尻が落っこってくるから、もうちょっとお尻を上げときたい。で手がなるべく後ろに来る、背中を使うんですよね。で肩が安定するポジションで、そのまま指先がまっすぐ天井の方で、その指先から上に引っ張られるように立ち上がりましょう。はい、 OK。 うー、それで肩甲骨を下正交代して、胸椎を前に押し出す、胸骨を前に押し出す感じでも目線まっすぐ前で肩下げてます、はい、この位置を作る。で今度少し腕を伸ばして、胸椎と腰椎を屈曲させて背中全体を丸める位置を作る。あと後ろ行っていいですよ、丸めていいですよ、その位置を作る。それで前に持ってくるときに大腰筋の収縮を入れて前に乗る。で肘でちょっと膝を開こう。はい、後ろに行く、前に行く。大腰筋と前傾骨筋も自分で収縮を入れましょう。はい、後ろに行く、前に行く。肩を、右肩後ろ引いて、はい、そのまま胸を張って右手を後ろにして、胸椎のローテーションを入れます。指先を見る感じね。ちょっと肩が上がりすぎてるかも。腕は下げなくていいですよ、肩を下げる。
で戻します。で反対ですね。はい、もう一度。そのまま脊柱ニュートラル で膝だけ伸ばしてお尻を上げる。そう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 、それで立ち上がりましょう。そのまま OK で、今スクワットでは立てないんでまっすぐなので、最初にヒンジのポジションまで持ってって立つっていうのを入れました。ここまでが1回の流れだと思ってくださいね。前と後ろ、それそれ、2回目、3回目した向きを変えます。はい、これでまた3回やり、うん、はい、それを3回やりましょう。1、2、2、3で向き変える。今度は前と後ろ、今と同じことを1回ずつやって、で向きを変える。はい、それまた新しいやつ入りましたね。で前と後ろに移動して、はい、で向きを変える。でステップで前に行く。はい、 OK で、これは今前後のやつ最後2回やりましたけど、はい、別に1回でも全然構わないです、はい、あの難しくなるだけで。今度はその軸足を残しておいて、で位置をどんどん移動するやつをやってみましょうか、はい、そうですね、前後の動きも入ってスタンスを幅を変えるのも入り、回転も右回りと左回りと両方入ります。これはね、1分半を目標にやるといいと思います。片方の足すげえいいです、すごいいいです。おっ、ちょっとこれ反対もやってみましょうか。うん、オッケー。8、9、10、はい、1、2、3、お腹の力がちょっと抜けてきてます。はい、5、お尻の力も入れて6、はい、7、8、しっかり押して9、10、はい、膝立ちのプッシュアップとかなればなるほど床との傾斜角度が強くなるんで、そうするとそれで床でもしやったとすると、こういう風に押すのと同じことになっちゃうんですよ。そうすると力が逃げるので、この体からの力が伝えにくいとすれば、ここに傾斜が欲しい。でこれもし傾斜がこうあったとしても、これ面なんで、面を面で押すから、力が一点に集約しづらいんです。そう集約するとしたら、逆にこういう角の方が実は力が入りやすいんですけど、この角に対してこの線に対して、この線で一直線で捉えるよりは、少しこの小指側を押し出すようにして、この位置で押すようにすると一点に力が入るのと、あと後背筋が締めてアクティベーションしやすくて、フォームを作りやすいんで、ですからちょっとこの小指側でここで押す感じにするとより力が入ると思います。ただこれはプッシュアップの押す動きの一つ目、後背筋がアクティベーションして、後アクティベーションするっていう、大胸筋とかを使う、後背筋大胸筋を使うパターンの時はいいです。ただ、前胸筋使うパターンはこれでやっちゃうと肩甲骨開きづらいんで、その時はこの方がいいです。この線に対してだと人差し指を当てる感じ、人差し指当ててここで押す
で、あんま深く曲げないでこうです、うん、いうふうにすると前鋸筋使うパターンが作れると。はい、はい、3、2